自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50。ラブカス TV 川口学です。今日はですね、私の愛車紹介ということでですね、なんでこんな企画になったのかというところですけれども、この G400D マヌファクチュアエディション、通称マヌちゃん、そろそろ卒業ということでですね、この3台が並んでる間にどうしても1回並べてみたかったという、ただそれだけの企画でございます。で、こうして見るとですね、全部色が黒、はい、そしてですね、全部丸めというですね、なかなかないこの並び、一人で丸めのライトを3台も持っている人っていうのはなかなかいないと思いますけれども、そんなこともあってですね、一回並べてみたかった。で、まあ、何がどうこうっていう話でもないんですけれども、こういった機会もですねないので、まあ、私のですね愛車を1台ずつちょっと見ていっていただいて、まあ、少し暇つぶしにでもなればなというふうに思いますので、行ってみたいと思います。さあ、まずですね、こちらのケーターム7 170S ですけれども、こちらですね、一番最近うちにですね来た車ということになります。で、もうこの車ですね、皆さんご存知だと思いますけれども、私がですね19歳の時に欲しいと思った車で、実に34年越しのですね思いを、叶えたですね1台ということでもあります。で、まあ、この車はですね、そのぐらい昔からですね欲しいと思ってた車ですけれども、こうやってご覧になっていただくと分かりますように、普段なんかこう使う車でもないですし、まあ、一番ですねその最後に買う車というか、よっぽどなんかこう余裕が出ないと買えない車かなというふうに私は思ってたんですけれども、まあ、おそらくこの機会をですね逃したらないだろうと思いましてですね、ガレージに収める決意をしました。で、約1年半ほど待ってですね届いたわけですけれども、最近のですね、ケーターハムはですね、スズキエンジン搭載してますので、これがね、3気筒のですね、スズキエンジン 660cc を搭載したモデルで、まあ、ナンバーを見て分かる通り、軽自動車ということになるわけですね。はい。なので、私が持っている車の中で一番排気量が小さい車ではありますけれども、動力性能的にはですね、かなり高くて、まあ、660cc ですけれども、85馬力出てますから、それでですね、車両重量がなんと470キロしかないということで、まあ、仮に500キロだとしても85馬力だとしたら、1トンの車だったとしたら170馬力相当するというところですから、 BRZ とかあのあたりとですね大体同じぐらいの動力性能があるということですし、この低さでそのぐらいの動力性能があると、もう速くて全開できません。そのぐらいのですね、車になっております。そしてご覧になっていただいて分かるように、このラインナップの中で一番アナログな車ということで、電子デバイス等はですね、まあ、ほぼ何もついてないと考えていただければいいと思います。ただし今ほうきに照らし合わせなきゃいけないので、このあたりがですね LED のランプとかそういったものがですね入っているというのは現代的なですね部分だったりするわけですね。で、まあ、この車はですね軽自動車ということになるわけですけれども、値段的にはですね、まあ、かなりやっぱり張りまして、だいたい670万ぐらいはしたということで、本当に贅沢な1台だなと思うわけですけれども、今ですね走行距離が170キロということで、まだ全然走ってません。っていうのもなかなか乗る機会がなくて、1ヶ月に1回ぐらいしか乗れないですし、距離もですね長く乗ることができないので、まあ、このぐらいのですね、距離にしかならないということなんですよね。とはいえですね、これだけもうアナログな車なので、本当に走る楽しさという意味においてはですね、私が持っている車の中ではもう最高峰に楽しい1台というところもありましてですね、まあ、やっぱり乗るとですね本当いいなというふうに思える部分がたくさんありますね。もうね、この内外装というか、もうインテリアもねむき出しですけれども、ちょっとここに今ドアがですね入っちゃってますけれども、はい、こんな感じでですね、もう本当にシンプルなコクピットになっていて、もう本当になんかこうロードスターなんかもすごい楽しい車ですけれども、それをはるかにですね上回って、あまりある、まあ、変態車と言ってもいいのかもしれないですけれども、そうですね、なんかこう自分も50、今年4になりますけれども、やっぱり今乗っとかないとこれ乗れないだろうなっていう気がしますので、その意味においてはですね、ちょうどこのタイミングで来てよかったなというふうにですね思ってますし、まあ、なかなか乗れない車ですけれども、
しかも川口まで車結構頻繁に売り買いしちゃいますけれども、これは長く乗る1台だろうなということですよね。でまあとりあえずですね、外装はこんな感じで、まあセブンですからランプはですね、そもそもこんな感じでボディの外に出てる丸型のランプをしていて、ブラックはですね多分ねセブンの中では相当珍しいと思います。はい、普通ですねセブン買うとブリティッシュレーシンググリーンとかですね、あのそのあたりの色を選んだりとか、まああとはですねもうちょっとクラシックカラー選んだりするんですけれども、僕はあえてのですねこのブラックを選んで、なおかつブラックパックっていうのをつけてますんで、もう本当に真っ黒なですねセブンになっているのが特徴で、まあ、大体あのアルミの地がですね見えたりするのがセブンらしい部分ではあるんですけども、そこをあえてのですねブラックにしたというのはですね、まあ私あの洋服も黒が多いですけれども、最近50過ぎてからですね黒い服を着るような機会がなんか多くて、まあ楽なんですよね、要はね黒だとね、あの洋服の場合はね何も考えなくていいっていうところがあるんで、ですけれども車の場合はですね黒だとちょっと埃とか汚れとかですねかなりあの目立つし、まあ、なおかつセブンの場合は屋根のある駐車場じゃなきゃいけないので、まあ、そういう意味ではですねあの屋根付き駐車場に入れるっていうのはもう大前提なので、黒でもいいかなと思って黒をですね選んだということでございます。はい、さあそして2台目がですねこちらのポルシェの911のカレラ GTS という車で、こちらもですね割と最近来ました、昨年末に来た車ということになるわけですけれども、これもねまあやっぱりあの思いの強さっていうのが結構ねセブンも911もあって、911はね僕があの子供の頃に、確かね小学生の頃だったと思いますけれども、親父のお友達が茨城のですね田舎に遊びに来たんですけれども、その時乗ってたのがナローの911だったんですね。で乗せてやるよって言われて隣に乗せてもらって加速をした時にですね、こう子供の川口少年がですねシートにこうめり込む感じをですね受けて以来ですね、うわこれはすげえって思った車が、まあ、ポルシェ911なんですけれども、その後ですね、まあ、この仕事をするようになって911はね、都合そうですね99になるまでに3台乗ってますね。ちょうどですね30超えたぐらいの時に996のカレラ4を中古車でですね買いまして、あの涙目のやつですね。でさらにその後996のカレラ 4S、 これターボボディのやつを買ってですね、でさらにその後997のスノカレラの MT というのをですね乗ってた経緯がありましてですね、まあやっぱり911体験は非常にあのジャーナリストにとってもすごくあの意味のあることというか、まああの身になる体験ではありますので、自分でも乗っておこうと思って購入したわけですけれども、そんな流れの中でですね、まあ皆さんももうご覧になっていただいているとは思いますけれども、50になる時にですね992の彼らの新車をオーダーするということでオーダーしたわけですよね。あれがポジセンター青山でですねオーダーした992の彼ら、これをですね新車でオーダーしたわけですけれども、それが約1年2年近く乗ったんですけれども、その後にですね皆さんご存知の赤い992の GT3、 これロペライオでですね購入した車、あれはですね約1年乗って、でさらにこの GTS に今行き着いているということなんですね。で GT3 から GTS になったのはですね、 GT3 やっぱりハードな車だというところもあって、さらにサーキットで楽しむ車というところもあって、まあ、もうちょっと街中でですね使いたいなという部分もありましたし、まあ、ロペライの川久保さんも言ってましたけども、迷ったら GTS ということですね。まあ本当に商品性の高い車なんですよね。彼らと同じようなですね見た目でありながらもですね、ちょっとスポーティーなテイストになっていて、なおかつですねエンジンがこれがですね3リッターの、まあ、6気筒のですねツインターボですけれども、まあ、通常の彼よりはるかにスペックが高くてですね、最高出力480馬力、そして最大トルク510ニュートン、だから前乗ってた GT3 よりも最大トルク全然高いわけですね。なので0100キロ加速なんかも GT3 と同じぐらいの速さを持っている、まあ全く同じ速さなんですけれども持っている1台ということもあって、まあそれをですね普通にあの街中なんかでも使えるような感じで乗れるのがこの車ということなんですね。で GT3 の方が楽しかったんじゃないですかっていう話がもちろんあるんですけれども、もちろんそうなんですけれども、なんでこっちにしたかっていうと、こっちがあるからっていう話ですよね。これはもうマニュアルで乗るスポーツカーの究極系なんで、やっぱり GT3 とはまた別のベクトルの究極を持ってるわけですね。なのでこれがあるなら
こっちはですね、普段の街中で乗っても、それとまあ要するにファッション的に乗ってもかっこいいなと思える車を選んでおこうということで、羽なしのですね、普通の911になったということで、これが都合3代目のですね992ということになります。で、992に対する思い入れというのはやっぱり僕は深くて、自分で新車で買ったっていうのももちろんありますし、それまではですね中古車で買っていた911ですけれども、それがですね新車で買えるようになって、まあ50の記念に彼らを買って、でその後いろいろ乗り継いでですね、まあこれは中古ですけれども、これにですね今たどり着いていて、まあやっぱりその大人の男としてですね911彼らを持つというのは一つのですね、まあ憧れとかそういった部分っていうのはあると思いますので、そういうところをですね叶える意味でも非常に重要な一台でありますし、もともとやっぱりポルシェ走りはですね相当にいいですし、作りもですね、まあ、かなりリスペクトできる部分があるので、まあ、そういう意味ではですねかなり満足している一台でございます。これもまだ3000キロぐらいしか走ってないということでございます。さあ、そしてですねこのメルセデスベンツの G400D マヌファクトゥーアエディション、通称マヌちゃんですけれども、これはですね実は私の持ってる車の中で一番長く所有している1台ということになります。これあの購入したのが2021年だったかな、ちょっと待って2020年だったかな、いや2021年ですねの4月ですので、もうそろそろですね3年が経過する1台ということになるわけですけれども、これはね、僕の中ではですね結構異質な一台というところで、実は昔はですね欲しいと思わなかった一台なんですよね。ですけれども乗ってみたらめちゃめちゃ気に入って、むしろですねいろんなラインナップ、まあ、ここにもいろいろラインナップありますけれども、乗ってる中で見てもほぼほぼ1位2位を争うですねお気に入り具合を持ってるのがこのマヌちゃんということなんですね。でG クラスっていうのはまあご存知の通り、皆さんね、都内だといっぱい走ってる車で、本当にまあ最近はセレブの車というような感じで言われてますけれども、まあ、このきっかけを作ったのは藤原宏さんというですね、まあ、非常に有名なですねストリートカルチャーのアイコンみたいな方がいらっしゃるんですけれども、僕は昔藤原さんと付き合いあって、藤原さんの家にもよく遊びに来たんですけど、その頃ね藤原さんがやっぱ G クラスを持っていて、いろんなそのカスタムをして、まあ、AMG に直接ですねオーダーして G クラスをですね乗っていて、それを見た周りの人たちが G クラス乗るようになって、日本でですね G クラスが、まあ、これだけ流行る理由にもなりましたし、まあ結構ですねやっぱりその藤原宏さんが G クラス乗っていたことによって、みんながですね乗るようになったことでですね、 G クラスはそもそも90年の初頭ぐらいに生産中止になるっていうふうに言われてたんですけれども、それが延命されて、なおかつこの方まで進化してしまったというですね、そんな特異な経緯を持っている車でもあるわけですね。なのでどっちかっていうと、まあちょっとそのファッション的な匂いっていうのはすごくある車ですけれども、実際にはまあこの車のオリジナルはですね軍用車ということですから、まあ非常にタフなですね乗り物でもあるというところで、むしろ街中で乗る車ではないというところなんですけど、まあそれをあえて乗るのがかっこいいという部分もあって流行ったと思うんですけれども、僕はですねそういう車あんまり興味なかったので、全然好きでもなかったですし、前の G クラスは乗るとですねステアリングも6と63回転ぐらいあるんじゃないかっていうぐらいダルですし、まあ本当になんかこう気持ちよく走る車っていう感じじゃなかったんですよね。ですがこの現行型になってですねかなりやっぱり変わって、ステアリングも楽観のピニオンになってすごく普通に運転できるようになりましたし、まあ、このマヌの場合は3リッターの直六の直噴ターボ、これをですね搭載していて、まあ、これがまた気持ちよかったりするわけですね。そういった部分の良さがあるというのはもちろんなんですけど、乗るとねもう最近のやっぱり車にはないそのおおらかさみたいなものがあって、それが現代のテクノロジーでうまく走らせることができている部分にですね、まあ、感銘を受けていて、まあ、とにかく乗るとですねいいんですよ。まあ、言うならば昔のメルセデス・ベンツの S クラスみたいなこう大船に乗った感じのですね感覚があって、まあ、最近 S クラスはねもっと電子制御でモノコックボディも硬くなったので、それとはまた違うマジックカーペットライド持ってますけれども、こっちはね昔ながらそんな乗り味があって、まあ、セブンもアナログな乗り味っていう意味では対極にある一台だと思いますけれども、これはね相当にそういう意味ではね走りが実は気に入ってる一台だったりするわけですね。で
そもそも僕とメルセデスのですね、あの出会いというか歴史というのは結構長くて、 C クラスのラベ202ですね、190から C クラスになった時のあの C クラス、あれをですね中古で買って以来、うちにはずっとメルセデスがあったんですね。なのでその W202 があって、203があって、204は C63 も買いましたから2台買って、で205はですね、セダンとワゴンも買いましたし、で GLC も買いましたし、さらにですね、GLE 買って、でその後にこのマヌちゃん乗ってると、あ、一台忘れてた、 W211 の E クラスもですね乗ってた覚えがありますけれども、ずっとメルセデスはあるわけですね。でそんな流れの中にある1台でもあるということで、メルセデスでもそもそも202買うときにですね、メルセデスベンツは死んでも乗らねえぞと思ってたんですけれども、乗ったら非常に良くて感動して、やっぱりジャーナリストとして その物差しになるっていう意味でずっと C クラス乗ってたっていう経緯があるんですけれども、この G クラスもですね、 G クラスなんて買わねえよなって思ってたんですけれども、買って乗ったらですね、実にですね気に入ってしまったという、そんなですね1台でもあるわけですよね。なので、まあ、メルセデスと僕っていうのはあんまりこういいイメージを持たない車に限ってハマるっていうところがあるので、この G クラスはですねそんな意味ではめちゃめちゃハマっている1台ということになるわけですね。はい、でまずですねこのセブンのエンジンをご覧になっていただこうと思います。スズキ製の 660cc のエンジンでございます。めちゃめちゃちっちゃいですね。ケーターハムのヘッダーカバーがねついてますけれども、スズキのですね3気筒 R06A ですね。でこれ85馬力までチューンしてて、最大トークもですね100ニュートン超えてるものなので、通常の軽エンジンよりは出力出てますね。でここ見ると、ね、ここら辺があの排気系とターボ周りがあるわけですけれども、液排もむき出しになっていて、なかなか見ることができないと思いますが、こんな感じのですね液排になってるわけですね。でここからマフラーが出て後ろにつながっているということになるわけですね。でこれエンジンは R06A なんですけれども、ここに組み合わされているトランスミッション、この、はい、灰色のやつがありますよね。トランスミッションはですね、これはキャリーのトランスミッションなんですね。スズキキャリーというのがありますけれど、でなおかつトランスミッションから後ろのですねデフまでのユニットですけれども、これはキャリーのものを使っているということで、エンジンもスズキ製だし、ドライブトレーンもスズキ製のものになっているということですね。はい、でここを見ていただくと、これ見たことあると思いますけれども、以前開始したのでアンソニーさんがですね、はい、組み立てたという、まあ、ワンマンワンエンジンが AMG のあれですけれども、ケーターハムはですねワンマンワンカーズですので、こんな感じでですね作っているというものになるわけですね。はい、こうして見ると分かるのは、前軸がここにあってエンジンがあって、後軸はまああれなので、ホイールベースの中に完全にこうドライブトレーンが入っているのがケーターハムのポイントですよね。普通の車だったらだいたい前輪はここら辺に、まあ、あるか、トランスミッションとエンジンを奥にして、室内にもっとトランスミッションがこう入り込む形で FR になるっていう苦しいレイアウトになるわけですけれども、ケーターハムの場合はご覧になっていただいて分かるように、このような感じですね。もう完全なるフロントミートシップなわけですね。なので走りは相当気持ちいいんですけれども、面白いのは、これもこの間言いましたけれども、だったらエンジンをもっと後ろに詰めるんじゃないかというね、トランスミッションも込みでっていう考えがありますが、Kタームの場合はフロントミッドシップすぎて、エンジンを普通の位置に積んじゃうとアンダーが出ちゃうんですね。フロントが軽くなって、なのであえてエンジンを前置きして前軸の近くに近づけてるっていうフロントミッドシップになっております。これはだから他の車ではなかなかないめちゃめちゃユニークなですね構造ということになるわけですね。はい、ですのでまあこんな感じでですね、可愛らしいエンジンになっております。ちなみにこの状態でエンジンかけてみたいと思いますけれども、はい、エンジンをじゃあかけてみたいと思います。あのクラッチを踏まなくてもかかります。こんな感じでですね、見てください、この水の流れまで見えてしまうという生々しいですね、リアルなそんなですねものになっております。ちなみに音はこんな感じです。という感じで意外に勇ましいサウンドになっております。ちなみにですね、今座ったついででコックピットなんですけれども、こんな感じでですね、もう本当にタイト、もう私がぴったり収まるぐらいの感じで、ドラポジ取るとこんな感じですね、ちょっとこう
滑り込むような感じのですねポジションを取ってる、そんなですねところですよね。でまあ最小限のメーター類があって、もう足元も狭くて、この足元はですね以前にもお伝えした通りですけど本当にナローなので、今スニーカーで乗り込みましたけど、このスニーカーだとちょっと足がねペダルに引っかかっちゃうぐらいの感じでございます。それとシフト、これですね、この小さなシフトが手首だけで決まる最高のシフトということで、これもね楽しさの大きな要素ですね。それとフロントウィンドウ、これだけしかないですから、かなりですね、あのここのサイドのドアをつけてない状態だと巻き込みがすごくて、60キロ以上出すともう全然無理です。もうここから直接風が来てしまうので。ですがこれちゃんとあのウィンドウにですね熱線なんかも入ってて、結構ですねちゃんとしているんですよ。ほらこんな感じで、ワイパーはねこんなちっちゃい、多分世界最小ワイパーじゃないかっていうぐらいちっちゃいんですけれども、はい、そしてミラーはレーシングミラーがついております。これも、まあ、ちっちゃいですけど意外に見える範囲広くて、割とですねこうなんか360度ビューに近い感じのなんかこう視界感というか、そういう感じがですねミラーも含めてまあこう空いてますので割と見える感じが大きいですね、はい、という感じで、まあこれはだから本当に走りを楽しむためにですね買った一台ですので、まあ、なかなかないですけれども、こういう晴れた日のあの休みの日にちょっとまあそうだな、辰巳ぐらいまで行って帰ってくるのが精一杯かなっていう、それか青山のあの外苑ところまで行って帰ってくるぐらいの、そのぐらいのあの楽しみ方がいいのかなと思ってますけれども、まあでもある意味あれですね、盆栽とかそういうのと近いかもしれないですね、趣味的にはね、はい、そんな感じの一台でございます。なのでこれはもう完全な趣味車ということでございます。でこの911のカレラ GTS なんですけれども、エンジンは911は、まあ、99にはねもちろんそうですけれども見えないということで、これだけしか見えないわけですね。なのでファンが2つ見えるだけで、その下にエンジンが入ってるんですけれども、まあこの 3.0 の GTS っていうねプレートだけが頼りでございます。まああの GT3 だと GT3 だったっけ 4.0 だったっけ忘れたけど、そういう感じでカメラは 3.0 ってなってるんですけど、これは GTS ってなってるので、まあ一応だからGTS チューニングのエンジンですよっていうことではありますよね。でさっきも言いましたけれども、最高出力は480馬力ですね。で最大トルクは570ニュートンで、0100キロ加速だから GT3 と一緒だから3秒いくつか 3.5 秒とか6秒とか7秒とか3分そんなぐらいですけれども、まあ相当だから速いですよね。あのかなりのですね速さですし、まあ、あのゴミちゃんが4リッターとか3リッターとか言ってますけれども、まあ、3リッターの方がターボなんでトルクはまあ、太いっていうのがミソでございますね、はい。まあ、このエンジンもね相当気持ちいいですし、音がやっぱりあの911の場合はフラット6 の, そのピュアなサウンドがすごくいいですよね。で、まあ、GTS の場合はこのスポエグがついてて、さらにスポーツモードにするとかなりバリバリですねいうような感じになっているので、まあ、一応ですねちょっとエンジン今かけてみたいと思います。それでインテリアですけれども、まあ、インテリアですね本当にシンプルですね、ブラック一色で、まあ、レザーのパッケージなんかも全然入ってないタイプということで、このあたりはですねそのまんまのシボがついている樹脂のですね部品ですね。あとはですねこの GTS インテリアパッケージなので、 GTS のロゴが刺繍で入っていたり、センター部分がこのレステックスになっていたりというようなですねとこですね。ハンドルもレステックスのハンドルになっております。はい、でしかも、まあ、GT3 はマニュアルでしたけれども、これ2ペダルの PDK なのでこのような感じになっていますし、はい、さらにここにレバーがありますけれども、アダプティブクルコンなんかもついているので、本当にあの長距離も行ける、普段乗りできる、そんなですね車になっているのがミソでございます。はい、なので、まあ、あのケーターハムはですね本当にむき出しのピュアなですねインテリアという感じですけれども、こちらはですね、まあ、こういったですねアルカンターラも含めてですねちょっと豪華な感じの
それでいてスポーツカーのスパルタのですねインテリアになっているということでございます。まあちなみにですね、以前の GT3 は2人乗りでしたけれども、今回はですねリアシートもちゃんとついてますので、一応ですね、はい、このような感じでシートはついているということでございます。まあケータハムは2人乗り当然ですけれども、こちらはですね4人乗りになっているということで、まあこちらもですねスポーツカーのインテリアとしては王道のインテリアという感じですけれども、まあ今時のですねやっぱりこの先進装備なんかついてますので、モニターなんかもですねこのような感じでフル液晶のですね 12.3 インチが入っているというのもありますし、まあ、メーター類なんかもですね、先端のタコメーターだけアナログですけれども、それ以外はカラーの液晶になってますので、このような感じで地図なんかも表示できるようなものになっているということでございます。はい、なのでこれは本当にまあ今時の快適なだけれども伝統的なですねスポーツカーのインテリアを実現している、そんなですね車ということになるわけですね。なのでこれでまあ出かけるときなんかはすごく楽に出かけられますし、走ってですね楽しいという部分も感じさせながら、まあその所有満足度みたいなところも満たしてくれるような、そんなですね一台になっております。はい、さあマヌちゃんは久しぶりにエンジンルームを見ますけれども、汚な、うわ汚な、まあこれだけ隙間が多い車なんで、埃も入りやすいですけれども、まあ、僕も普段エンジンを開けて磨くということはやらないので、まあ、こんな風になってしまうのはしょうがないところですけれども、こちらですね、はい、6シリンダーと書いてあります。3リッターの直列6気筒の直噴ターボということになりますね。最高衝が330馬力、最大トルクは700ニュートンというですね、僕が持っている車の中で一番トルクが太い車はこれですね。まあ700ニュートンといえば4リッターの V8 ツインターボぐらいで出力されるぐらいの力ですので、相当トルクがあるという1台でございます。ですので車両重量はですね、まあ、2.5トンぐらいあるわけですけれども、まあ、これでですね全然重さ、まあ、重いけれども重さをですねそれほど感じさせない加速を生み出すというのもありますし、直六なんで音がやっぱりね気持ちいいんですよ。しかもディーゼルなのに音が気持ちいいというですね、 BM の直六もディーゼルで気持ちいいですけれども、メルセデスの直六ディーゼルもね相当気持ちいいですね。これは一つ味噌でございます。はい、でこのエンジンは僕はもう本当に気に入ってて、まあ、ポルシェのフラット6も気に入ってますけれども、このメルセデスの直列を起動も相当気持ちいいものになっているということでございます。ちなみにあんまり言ってないですけれども、押してみるとですね G クラスもですねサスタワーからサスタワーの間にちゃんとこのパイプ状の、ね、タワーバー的なものがね入ってるわけですよ。なのでちゃんとエンジンルームはですねしっかりと保護が入っているというものでございます。まあちょっと汚いんですけれども、このエンジンはですね絶品ということでございます。はい、でこの車はマヌファクチュアエディションというまあマヌファクチュアプログラムが施された車なんですけれども、それ以外にこの G400D のマヌの場合はナイトパッケージが付いてるわけですね。でナイトパッケージって 何かというと、こういう部分全てブラックアウトされているのがミソですね。このメルセデスのスリーポイントスターもそうですし、グリルの横さんもそうですし、ここも普通はですねメッキになってるわけですけれども、これもブラックになってますし、ライトユニットもブラックのライトユニットなんですね。普通シルバーのユニットになってるんですけれども、さらに言うならばここのウィンカーもですねクリア そのブラックのタイプになってて、普通のはもっとクリアなんですけれども、これブラックのですねスモークがかかったものになっているということでございます。それとかまあホイールとかですね、このフェンダーとかミラーとかそういうところ、ルーフもそうですけどブラックになっている、まあ、黒がボディカラーだとわからないんですけれども、そういうナイトパッケージが入っているというのが一つ特徴ということでございます。はい、ではインテリアもちょっと見てみたいと思います。さあインテリアなんですけれども、まずですね座る前にこのシートの座面とその背もたれの部分ですけれども、キルティングが入っているのがマヌの特徴なんですね。で通常モデルはこういったですねキルティング入ってないんですけれども、このマヌの場合はナッパレザーのキルティングが入っているのがミソというところでございます。さらにですね、はい、こうやってですね乗ってみるとこんな感じで G マヌファクチュアというふうに書いてありますけれども、まさにですねこれマヌファクチュアプログラムが施されているので、まあ、このダッシュボードですね、ここもレザーがですね貼ってあって、これナッパレザーのですねダッシュボードになっているのもマヌの一つのポイントということになりますね。なおかつこういったところにですねフルトリムで入っていて、こういったところの部分にも
ナッパレザーでキルティングが入っているということで、まあ、かなりの部分にですねレザーが入っているというところですね。それとこの天井ですけれども、ダイナミカのですね、はい、まあ、要するにスウェード調のですねこのルーフライニングがついているのもこのマナファクチュアプログラムならではのですね、そんなですね装備ということになるわけですね。ですので通常のですね G クラスだともうちょっとシンプルではあるんですけれども、こちらはですねフルレザーパッケージみたいなイメージ の意味合いがあるわけですよね。で、まあ、隣にある911のカイラ GTS の場合はレザーパッケージとか入ってなくて、まあ、自分で買うんだったらやっぱり今度入れたいなと思うようなものですけれども、その分ですねこっちのマヌにはですね装備が全て入ってますので、これがね一番やっぱり気に入ってた部分でもありますし、さらに言うならばですねこちらの、はい、スピーカーグリルが分かりますようにブルメスターがですね標準で入っているというのも特徴ですよね。なので音もすごく満足できるものになってますから、そういう意味においてはですねこのマヌちゃんはですね私やっぱり相当こう気に入ってますし、まあ、ケーターハムめっちゃプリミティブ、そして911カイラ GTS、 これはスパルタンなスポーツカーのコクピットだけれども現代の、まあ、少しラグジュアリーも入ったそんなですね、インテリアになっているに対して、このマヌの場合はもう完全にですねラグジュアリーなインテリアになっているということですね。この車乗る機会多いですし、まあ、3年もうすぐ経ちますけど2万3000キロぐらい乗ったので、最初の期間はすごいやっぱ乗ってたのでどこ行くにも結構乗ってて、まあ、すごく楽ちんに乗れるのもありますし、やっぱりこの室内をですね堪能しながら運転するっていうのがすごく楽しみの一つでもあったので、これはだから、まあ、ある意味ケーターハムとかカイラ GTS とは違ってですね本当にこの所有満足度が高い一台で、ああなんか素晴らしい空間で移動できてるなっていう、そういうことをですね感じられる一台になっていたなっていうところでございます。はい、なので今までの2台とは毛色が全く違いますけれども、これもですねやっぱり車のその魅力というところで言うとスポーツカーとはまた別のですね魅力があるっていうことでしょうね。まあ元々のそのオフローダーとしてのですねなんかこう魅力っていうのはここにはあんまりこう感じられないかもしれないですけども、この辺りにですねさりげなく残ってるこのデフロックのスイッチとかね押したことないですけれども押せばですねオフロードもですねそっと走れるっていうのは皆さんご存知の通りですので。それとこのマヌはですね私の車にしては珍しくいろいろアフターパーツをつけました。例えばこのカップホルダーですね、助手席の方にもついてますけれども、これもう純正と見まごうばかりかのねものですけれども、これ後付けなんですよ実は。これもつけましたし、ここのグラブハンドルのところにですねこのような感じで小物入れをこのような感じでセットできるわけですね。はい、っていうのも買いましたし、このエアコンの吹き出し口、ここに光が入ってアンビエントライトと連動してるんですけども、これも実はアフターパーツでこういったものをつけたというのがポイントですし、さらに言うならば、まあ、乗り降りする時のですねサイドの電動のですねステップ、これもですね後付けしたものですし、ラゲッジもですね後で見ますけれども、ラゲッジはですねボードが入ってるんですけども、それも後でパーツを買った感じなので、かなりですねいろんなものがついてるので、おそらく総額そうですね30万40万50万分ぐらいはですね一応なんかつけたかなっていう感じで、僕の車にしては珍しくそういったものをいろいろつけた一台でもあったということで、まあそれがゆえにですねいかに愛着があったのか、よく乗ってたのかっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。ちなみにこのジョー・マローのですねカーディフューザーも最初につけたのはこの車だったかな、確かだと思いますけれども、まあメッセージちょっと独特のやっぱり革の匂いとかしますので、それを緩和するためにもこのジョー・マローのですね、はい、カーディフューザーをつけたというのがあります。でさっき言ったステップ、電動のサイドステップはこれですね、これがあるとまあだいぶ乗り降りはね、通常のステップはこんな高いのでこれがあるとだいぶ乗り降りしやすいということで、これはすごく重宝しております。あとはこのラゲッジですけれども、はい、ラゲッジを開けますとこんな感じで、ちょっと汚いですけれども、このねボードがねキャルウィングさんで買った優れものボードでございますよ。これ分割式ですね、この箱があるんですけれども、この箱をですね横に寝かすと一段低い位置になって、低い位置でシート倒すとフルフラットになるっていうですねものですし、この高さの高い位置になぜあるかっていうと、この位置だと
これがですね、ボードがないと G クラスで実はゴルフバッグ積めないんですけれども、この高さの位置にですねボードが来ることによって、ここにですねゴルフバッグが置けるというですねものになっております。傘が3本入っているのがかなり生活感漂ってますけれども、そしてこう開けるとちょっとあの雪国キットとかですね、ちょっとキャンプで使うようなものとかですね、そういったものがいろいろと入っておりますが、はい、こんな感じで、まだここにビニールがついているのが、はい、ちょっとあれですけれどもね、まあ意外にだからこういったものをつけたのはこの車だなというところですね。それとマヌちゃんはこちら側も実はキルティングになっているというですね、豪華仕様でございますので、このあたりもですね満足度は非常に高い一台でございました。はい、はい、というわけでですね、本日は私の愛車3台をですねご覧になっていただきました。まあ丸めライトで黒いボディカラーのですね全部輸入車っていうですね、そんな3台ですけれども、意外なですね共通項があったからちょっと撮りたいなというのもありましたし、なんといってもですねマヌちゃんがですねもういなくなってしまうので、この機会を逃したくないなというところで撮らさせていただきました。で改めてこうして見るとやっぱりあの本当にバリエーション豊かなこの3台だなというところがですね自分でも思えるところでございまして、まあこっちの2台はですねこれからも残っていきますし、マヌちゃん今後、いなくなってですねその代わり何が来るかはまあちょっとまたお楽しみだと思いますけれども、まあこんなラインナップでですねやっているということで、どっちかっていうと他にもですねクラウンスポーツとか BRZ とか、まあ、国産勢ももちろんあるんですけれども、あっちはですね普段本当にいっぱい乗る感じの車というところに対して、こちら側はですね本当にあの趣味でですねたまに乗る車たちということなので、こんなにいっぱいある必要はないんですけれども、まあ今はですねやっぱりこういう機会ですので、これを持って持ち続けておこうというところで、とりあえずあのリミットまで行ってみようかなというふうに思います。というわけでですね、今後もですね、まあ、こういった車たちがいろいろ出てくると思いますけれども、その説はですね、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、まずこのケータハム7の 170S ですね、そしてこの911のですね、彼らの GTS、そして最後にですね、この G400D マヌファクチュアレーションマヌちゃんですけれども、まあこうして後ろで見ると共通項はあんまりないかなっていう感じではありますけれどもね、あのどれもですねフロントから見た時も個性的な車たちでしたけれども、リアから見てもですね実に個性的な3台かなというところで、改めてですねパッと見るとですね面白いなというふうに自分でも思ってしまいました。はい、というわけでですね、本日は私の愛車3台ですね、ブラックのボディのですね3台をですねご覧になっていただきました。また何か企画を考えてですね、こんな風にですね車をまとめて紹介するような機会もやってみたいと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV で取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。